がとうございます。今の気持ちをまず教えてください。まあ、今大会は1試合しかなかったんですけど、まあ、この状況の中で開催された大会で、まあ、しっかり試合もできて勝つことができたので良かったかなと思います。本当に実戦の機会というとすごく久しぶりで貴重だと思うんですけれども、はい、どういうモチベーションというかどういう気持ちで臨まれた大会でしょうか。まあ、この大会前回68キロ級で出ていて72キロ級で今回出ることになったんですけど、まあ、今大会優勝して今2月にアジア選手権が開催される予定なので、まあ、しっかり勝ってそこに絶対出て優勝につなげたいっていう思いで試合に臨みました。まあ、その感染状況っていうのはちょっとわからない中ですけれども、やっぱりそのアジア選手権っていうのは選手の中で今の目標として大きなもの。そうです。やっぱ今年試合が全然なかったので、まあ、少しでも多くの試合に出る機会があれば出たいし、今まで2回アジア選手権に出させていただいているんですけど、まあ、どっちも2位と3位で終わってしまっているので、まあ、優勝したいなって思います。コロナにの感染が拡大してからですね、いろいろと練習環境の面でも難しい部分があったかと思うんですけれども、その練習っていうのはここまでどのような形で難しい部分はありましたか。まあ、自衛隊の方に所属してるんですけど、まあ、ありがたいことにコロナの期間中もしっかり練習することができたので、はい、しっかり練習することができました。そういう意味では久しぶりの試合ですけど、不安とか緊張とかそういう変なものはなくできました。そうです。全日本合宿とかもあったり、そこで他の所属の選手とやる機会があるとやっぱ、まあ、いつもと違う緊張感が出たり、勝負心の心が出たり、あと自衛隊内の方でも校内試合とかをしていたので、そこでしっかり試合の意識をしてやることができていたので不安はなかったです。改めてアジア選手権に向けて、これからどういうところを伸ばして、どういうところをどういう思いで練習を調整していくかということを教えてください。まずしっかり体を作ることと、やっぱ自分は攻めるレスリングがしたいので、攻めることに怖がらないようになるようにしっかり練習で自信がつけられるようにやっていきたいと思います。ありがとうございます。追加で質問あればお願いします。はい、他に質問ある方手を挙げていただけますか。記者の皆さん大丈夫ですか。囲み取材ありませんのでそこでの質問のみとなりますが、よろしいですか。はい、それでは以上でトレイキ先生のインタビューありがとうございました。